キーパーがいない時のやり方と一緒。サイドネットかペナンの中から入ったらどこでも OK か。カウンターあり。さあ宮田決めに残り練習。よっはい、残念。さあ、贅沢な練習です。確かコート1面を借り切ってそう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 コート1面で1対1です。ありえないくらい贅沢。アウト。こんな贅沢な練習できないよ。チャンス。カウンター。体体体キムに体入れなきゃ。逃げちゃいましたね。キムに競り合うことに、戦うことから逃げないでキムに。おい、ミヤ。真ん中からシュート OK？ ハーフ超えたらですよ。そう、ハーフ超えたらシュート OK。 これの延長っていうか、もうキーパーがいない時は全部そのシュートの制限をつけてやる感じですね。もう1対1でも2対2でも3対3でも4対4でもキーパーがいない時はいつもこのシュートの制限で。そう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 。ちょっと長いよ二人。早く勝負決めて。あ、取ったら終わりなの。そう、一点取ったら終わり。こことか折れた方がもう。ちょっとちょっと長い長い二人。もっと早く終わる。今2分45秒。1分半の制限、次からいきますよ。1分半の制限。次から1分半。45秒ってやってるのが10分じゃない。ちょっと3分いっちゃうよこれ。3分、両方引き分け。あと30秒。 あと30秒。あと30秒。ほら動きがない、動きが。はい、7、6、5、4。おお、キム兄が決めた。大丈夫。宮対キム兄。チャンス、カウンター。カウンターのチャンス。ノーゴール。さあ、と1分。さあ、1対1の風景です。キムニー、キムニーボールコントロール。あ、30秒。スピード、体、体、球際、あと30秒。やべ。さあ、あと8秒。5、4、3、2、1。君に諦めた。早い。
あったら意味ないよ。ほら30秒経過、30秒、あと1分、あと1分だよ、キムニー、仕掛けて仕掛けて、キムニー仕掛けないと何も始まんないよ、ほら仕掛けないと、わあ、ミヤ取られ方まずい、それ